さて、エイサブシーフード最後合成調理なんだけど、まあいろいろとね編成を変えながら試していこうかなと。で今回サメ、サメ、まあサメサメサメでもいいんだけど、体力が一番高いのはサメなんだよね。なのでちょっと弾打ちながら、どのぐらい効果があるのか知らん。近すぎると危険かな。あ、まあ近くなったらあれに伝えばいいか。あれからダイオウイカの方がいいかな。直接のこれの攻撃もあるし、あ、前出てきた。今近接をやろうとして、ダイオウイカだったら両方あるからな。死んだ。あ、でも結構与えてる。ダイオウイカにしよう。ダイオウイカにしようかな。よくいかならいけるんじゃないか、これやっぱり。ここ本当に削れんだよな。まず、ウォーミングだけど、近くなったらあれでもいいかなと。どこ？本当に出てきた。どうなんだろうね。バイロンがいいのかな。倒された。やっぱダメか、レベル上げしなきゃダメ。
やっぱこれだな。これは一番なんか可能性を感じるよな。なんとか攻撃を避ければいけるんじゃないかと、攻撃の避け方なんじゃないかという気がしてる。今ダイオウイカ狙ってるから、動きが早い方がいいのかな。そうするとこいつじゃない方がいいのかもしれんな。実際問題として、動きが早い方がいいかもな。イワシでも倒せるってことは何か方法あるんだろうな。良さげなものがあるかって言われると、サバか、サバにしたところでっていうのはあるかもしれないが、サバの方がスピードが速い気がするから、あれあった、使用してるのが強いのかもな。
全然上がってねえ。どこだ。サバだからいいというわけでもなさそうだな。ダメージ与えるときは一気にダメージ与えんな、これ。集まってる方が。今までで一番ダメージを与えた気がするな。もうちょっとだね。止まった瞬間が狙い目なんだな。その時にどれだけダメージを与えられるかね。
すぎるとダメなんだな。ということはこいつの動きに合わせてこう動かないといけないと。全然ダメージ与えられてないもんね。これはホーミングの限界かもしれん。ずっとホーミングで全てを倒してる。お、これチャン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 。ホーミングの限界かもしれんな。もうちょいレベル上げればもうちょい頑張れるか。オッケー、倒した。ホーミングの限界だったんだな。超少人数で作ってんじゃん。でも面白かったよ。何これ。はあ、なんか赤いやつが来てる。いつでも一緒だったな。
ラーメン二郎、カニローラブ、強っ、そういうこと、なんか ラスボスの後のやり込み要素的な感じか。ギリギリ足りないんだ。110。ああでもそうするとこの辺のやつがいいかもな。逆にいいかもしれない。何で戦ってんねん。
なんかランダムなんだな。ランダムなんだ、強さ。なんか今回楽だったもんね。魚礁拡張って何？え？何？魚礁拡張？あ。ああ、これでまたあれなんだ。こうやって増やせんだ。あー、ここ拡張してるから。あー、はー、場所によってね。第2刺し盛りって書いてある。まああとはそんな感じなんだろうな。ちょっと最後の最後にイワシやってみる。本当は強くしないときついんだろうな。やろな、これな。瞬殺される姿を。見て終わろう。このトロフィー、なんか1点何パーとかばらしいんだよな。まあ。もともとそんなすげえやってるかと言われても。どこ？のもあるし、てか一発当たったら終わりじゃないこれ。いや、そういうわけでもないな。一発当たっても大丈夫。
だ、そこ死んだ。こりゃ無理だよ。無理。ああ。終わろう。という感じでクリアでお疲れ。